皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、忙しいとは心をなくすことということについてお伝えしてみたいと思います。漢字を見ていただいて分かるようにですね、立身弁に失う、なくすって書くんですけれども、心っていう意味が立身弁にはあるわけで、それをそのまま言うと忙しいイコール心をなくすという意味になっています。でこの言葉を聞いたのはもう10年以上前、会社員だった時かな。やはり口癖でですね、忙しい忙しいっていう先輩がいて、その時に上司が忙しいっていうのは心をなくすことなんだよっていうことを言ってた言葉が私の中でも印象に残っていて、自分が忙しくなればなるほど忙しいという言葉を言うのはなくそうっていうふうにその時から思って、自分自身から発信して忙しいっていう言葉は言うのはほとんど今私の中ではない感じですね。人から聞かれることありますよ。高橋さん、そんなに忙しくて大丈夫なの？とかいうふうに、人から忙しそうに見えるので忙しくってっていうふうに聞かれることはあるんですけれども、もちろんそれなりにはね、慌ただしいけれどもっていうことで言葉を言い換えて言ってみたりとかすることがあります。っていうのがですね、私の中では尊敬する経営者っていうか、事業家っていうか、いるんですよ。知人で友人で、その人たちはどういうところを尊敬してるかっていうと、めちゃくちゃ仕事はできるんです。めちゃくちゃ仕事はできるんですけど、時間の使い方が恐ろしく上手で、そういう意味では、私ちょっとこう自分の生活とかにも仕事を入れ込んできちゃう、趣味化するような遊び化するような仕事の仕方しちゃってるんで、切り分けが難しいんですけど、仕事はここまでって決めるその時間に超効率的に爆速でこなして、その後の時間悠々自適に家族の時間とか趣味の時間で過ごしているタイプの人がいるんですね。でその方を見てるとですね、めちゃめちゃ爆速なんですよ。すっごい速いスピードが、処理スピードが。でその時にその昔ね、会社で見た先輩っていうのは、まさに心をなくすかのごとく、もう目もつり上がって、すごく忙しそうな背中にオーラが出ていて、話しかけるなよぐらいのオーラが出てるわけですよ。当然部下は話しかけられないから、で自分の判断でやって、結局それが後でまたね、その方を手を煩わす面倒くさいことになっちゃったりするっていう悪循環なんですけれども、そういう方たちを私多く見てきたんですが、起業家事業家の方がですね、尊敬する方はですね、めちゃくちゃ忙しいはずなんですよ。仕事量どれぐらいって私が見えてるだけでもかなりあるはずなのに、なんか知らないけどさらりとこなすんですよね。で横入りの仕事とか横から来ることも、なんかさらりと一旦はい分かりましたみたいな形で受け付けて、ちょっと時間かかる時とかでも、ちょっと 2,3 日もらっていいですか ぐらいな感じで、もう今忙しいんだから大変みたいな感じで言われたことは一度もない。で私も本来目指すべきはそこっていう感じなんで、なるべくこうアクセクしてるようには外向きに見せないように、どれだけタイムマネジメントできるかなっていうことで、パズルをね組み替えるように、よく時間管理がね皆さん苦手な領域なので、私自身も今でもトライし続けてます。いずれはどんなことが横から入ってきてもニコニコしながら全部ね、はい OK はい OK って引き受けられる、全ての仕事をね全部引き受けるわけじゃないんですよ。その自分が やってもいいという領域の仕事は全てにこやかに笑顔で引き受けるっていう、そういう体制を目指したいなというふうに思っていて、当然断る仕事は断るんですけれども、それが自分の本分ではない仕事ですね。自分の本分ではないっていうのが、本筋じゃない仕事に関しては他の方を紹介してやっていただくとか、そういう形で、本筋の要はワクワクして趣味化できる仕事を中心にやっていくっていう仕事の選び方でやりたいと思ってるんですよね。だから金額ももちろんそれは高単価に越したことはないんですけれども、私の第一優先事項は時間なので、時間が、
神経が疲弊して時間も取られるお仕事であれば、その報酬額が高単価であったとしてもそれはやらないっていう選択肢を持つっていう感じでできています。ということは、他の仕事を断っても大丈夫なような期間の仕事があるっていう作りをしているっていうことですね。なので忙しい忙しいって口癖で言ってる人は本当に心をなくしてしまうことにもなりかねないので、まずはその忙しい要因は何なんだろうかっていうことと、それは今自分がやるべきで本当にそれはやりたいんだろうかっていうのを一旦立ち止まって考えてみるっていうこともあってもいいんじゃないかなというふうに思っています。それでは。